浜渡です。本日はさよなら勝利でございます。本日ファイターズなんとロッテ戦2点ビハインドでしたが、9回にひっくり返しましてさよなら勝利となりました。おめでとうございます。大変素晴らしい試合だったんで、本日も語っていきたいと思います。本日はこのトピックでお話ししてまいりますので、お時間ない方概要欄から飛んでください。それでは本日も語っていく。はい、まずは最高の9回裏、みんなで振り返っていこうということで、本日の9回裏素晴らしかったんでみんなで見ていきましょう。前提として9回表にユキヤ投手の押し出しフォアボールで1点追加されてしまい、2点差で9回裏迎えております。これは難しいかなと思った試合でしたが、こういう場面で頼りになる我らが郡司選手、先頭でヒットを打ちましてノーアウト1塁となりました。そしてアリエルが9球と粘って強振した結果が3ベースプラス1点となりました。わずかにねホームランならなかったので、アリエルは自分のパワー不足を懸念してダイソー出されてベンチ引っ込んだ際に腕立て伏せをねしておりましたね。でダイソーで出たのが三塁ランナー磯畑選手でございました。そしてタミヤ選手、頼れるバッター初球をねセカンドゴロ打ちました。これゴロゴーするかなと思ったんですけども、磯畑選手がね三塁から離れず、でセカンドをファーストに送球したんですけれども、ファースト安田選手がエラーかな、取りこぼしをしてしまいましてアウトになりませんでした。ファイターズとしては大変助かった場面、ノーアウト1、3塁となりました。ここ多分ですけどゴロゴーしてたらね危なかったかもしれない。セカンド取ってすぐホーム送球で刺されてた可能性はあるんで、ゴロゴーしなかったのは正しかったかもしれないけど、ただチームの方針としては走れよというのが磯畑選手へのサインだったっぽくて、新庄監督はもう頭を抱えてました。何やってるんだと。これは結構ね磯畑選手大きなやらかしというか、もしかしたら雷が落ちる可能性もあるかなというふうに思いますね。江越選手が下で元気なだけにチェンジっていう判断になるかもしれないぐらい重大な判断ミスだったかなというふうに思います。ノーアウト1、3塁大チャンスで万波選手、まあ基本的にもう勝負してもらえずって感じですね。低め変化球中心で、もう最後までまっすぐは来ずフォアボールとなりまして、ノーアウト満塁となりました。ここでロッテが投手を左の鈴木選手に交代しました。このチェンジはね個人的に良かったかなと思うんですけれども、ちょっと時既にお寿司みたいな感じでしたかね。鈴木選手は非常にいいリリーバーで13登板 WIP 0.95 KPABB5.00 と結果を残している左腕でございます。で増田選手に対して代打加藤豪介選手、バッター細川に送っていたので、ここから変えずという形で左対左となりました。ただここね加藤豪介選手最後まっすぐをね見逃してしまって三振となりました。ここ個人的にすげえ痛えなと思いまして、ノーアウト満塁しかも1点差なんで、なんとかしてバット当ててどんな形でも最悪ゲッツーでもホームさえ帰れば1点という場面だったので、ちょっととまずい結果になったなというふうに思いました。ここで中島選手に代打伏見選手出しました。新庄監督ハッピーバースデー伏見なんですけれども、ゲッツーなったら試合終了という難しい場面で外角ボール球引っ張りましてレフト前ヒットとしました。ここで1点入ってファイターズ同点となって一気に押せ押せムードなりましたね。ワンアウト満塁、そして次ラストバッター水野選手だったんですけれども、ここには代打出さず水野を送ります。ここまで三振が続いていて左にも弱い水野選手なんですけれども、スライダーをしっかりと叩いてライト前ヒットとして1点加えて試合終了。素晴らしいサヨナラゲームとなりました。ファイターズね本当ミスもあったんですけど、トータルで見ると最高の攻撃をしたというところで、水野選手も最後声かけの時にね、これが今年のファイターズですというふうにおっしゃってましたし、その言葉がぴったりそうだよなと思える、そんなチーム状況の良さかなというふうに思いました。素晴らしい攻撃でした。お次伏見水野に対する狙いと思いで、この攻撃中におおと思った采配が2つ、具体的にはもっとあったんですけど、特に考察したいなと思う場面が2つございました。1つが1点差ビハインドで負けてる場面、ワンアウト満塁バッター中島選手に伏見選手を出した場面ですね。この時点でベンチ入りに伏見石井レイエスといたんですよ。なんでゲッツーやだなと、転がして1点と思うなら石井選手だし、左に対して右の強打者と勝ち行くぞと考えるならレイエス選手行くと思うんですよ。どっちでもなくて伏見選手、これね多分みんなはてなとなったと思うし、私もあれレイエスじゃないんだと、中島に打たせてもいいような場面で伏見選手行くんだなというふうに思ったんですけど、ここに関しては伏見がバースデーでもちろんねチャンスで送り出したいと思ってるだろうというふうな直感もねあったと思うんですけど、結構データ的にも伏見を選ぶ理由っていうのはあって、まず対左伏見選手はね強いんですよね。基本的にオリックス時代2022年2割9分3厘打ってますし、去年もね率は低いながら左に対しては2割5分9厘と結果を残していましたので、まず対左の成績、ここを加味した可能性はあります。でさらに代打成績ですね、そもそも伏見選手代打も結構強くて、まあ、ファイターズ時代はねあんまり代打伏見っていうのはないんですけど、オリックス時代2020年とか2021年一定の結果を残していて、結構
降打席数入って2割8分6厘とか2割5分とかいい場面で打っていましたと。で私もねこのイメージあって代打伏見ファイターズで考えるとキャッチャーであまり近くないといいので大丈夫かなと思ったんですけど、よく考えたら伏見って折り時代そういう選手だったなと、左に対して代打出されていい場面で1本打ってくるような選手だったなと思って、そういう意図もあったのかなというふうに想像しながら見ていました。結果的に同点タイムリーヒット、誕生日にお立ち台という形になりました。でもう1点、ワンアウト満塁でバッター水野達樹選手、ここに代打を出しませんでしたという話ですね。ベンチ入りに石井レイエスといるんで、一応やろうと思えば左に対してバッターレイエスでダメだったら守備から石井選手っていうのもできたんですけど、ここ水野選手にグッと行かせました。水野選手ね、前の座席でバントしてるんですけど、そこから前5打席三振してまして、大丈夫かなっていうのはあったんですけど、メルセデス小島左にやられる中でバッターボックス送り出しましたね。結果的にはサヨナラタイムリーとなりましたので、この采配当たったんですけど、ここを送った理由、まあ、2つあるかなと個人的に思っていました。1つは水野選手自身がね OPS 1.6 を超えているバッターだし、ファイターズ今年みんな数字悪いので、まあ、変に変えるよりは打たせた方がある程度確率あるよねというリアリスト思考、加えてゲッツーがゼロなんですよ今年。三振はね、まあ、2割ぐらいしてるんですけど、ワンアウトなんで打ちに行ってゲッツー崩れとかなっても1点入ってスタダラなんで、水野選手でいいのかなというふうに思った可能性ありますね。で、まあ、さっきも言った通り同点で延長になった際は守備面もね守り抜かなきゃいけないというのもあって、延長以降の守備もね緩めずに一番信頼できるショート水野、ここを固定したいということで任せたのかなというふうに思うんで、そう考えると1つ目の理由、信頼ですね、水野選手への信頼。でもう1つは、水野くんはここから先攻撃守備ともに軸に据えるよと、ファイターズの顔にするよと、長らく戦ってもらうよという新庄監督のメッセージ、他ならぬこれかなというふうにも思っていて、これは期待ですよね。なので代打なした清水選手に対してはバースデーっていうのもあるけど、どっちかっていうと数字的根拠を持っていけるやろうというふうに送り出したと思うし、水野選手に対してはどっちかっていうと数字ではなくて信頼期待、そういう思いの部分だったのかなと思うので、采配にどっちも入る監督って結構強いというか、バランスよくね判断してくれるのかなというふうに思ったりするので、そういう意味ではこの2つの判断面白いなと、新庄監督のリアリストの部分と感情的な部分が混ざって1場面で2つ美味しい考察ができるなというふうに思っていました。お次、テコ入れの今川&万波で小島を攻略。本日この2人がねチームを率いてくれました。右の強打者ですね。まず今川選手4打数2安打ツーベースを1本打っています。このツーベースがありがたくて、伊藤選手がね先頭打者ホームラン岡選手に許してしまいましたので、1点ビハインドでファイターズ開始になりましたが、今川選手が初球ぶったたいてあわや入るかもというあたりでツーベース打ってくれたので1点につながりましたし、ここでファイターズいや今日も勝つぞと、一気に取り返すぞという雰囲気になりましたよね。そういう意味ではね、今川選手がこの2日間声出しで執念というふうに言っていた、それをまさに結果として本人も出したという形かなと思いますね。通算2割7分3厘 OPS が 1.636 に乗っています。ファイターズ今年の主陣ではね優秀な数字かなと思います。で1番 DH 起用は結果残しましたが、今川選手ね上がる前に今年は守備も頑張ってますと、攻守に存在感を示しますと言っていた通り、2軍での守備成績UZR がめちゃくちゃいいです。で1軍でもねわずかながら守って共にプラスの UZR を記録しています。そしてファイターズレフトね UZR マイナスなんですよ。野村選手郡司選手もちろんね2人でも頑張ってくれているんですけれども、リーグ平均から見た時にどうしてもマイナスをね記録してしまっていて、そこがね余計な失点につながっているというのが現状です。なのでもちろんね野村選手を育成したい、そういう意味で野村レフトっていうのはありなんですけど、目の前の試合を本当に勝ちに行く、しっかりと取りに行く、そういう布陣敷くならレフト今川今日だったらするべきだったというふうに思いますし、個人的に今川選手守備が大きく向上したその姿をねもっと見たいですね。攻守に数字を残して価値が出てくる選手になったのかなというふうに思うので、1番レフト起用今度は見たいなと思います。そして万波中正選手復活しましたね。3打数2安打ホームラン記録しております。通算2割4分2厘 OPS を 1.719 まで戻しています。 OPS がねようやく 1.7 台に戻ってきました。本当嬉しいことなんですけど、まあ、完全復活してそしてさらに覚醒となってくると 1.8 はね超えてほしい。やっぱリーグ最上位のバッターになってほしいんで、ここを目指してほしいなというふうに思いますね。ただ万波選手ねずっと当てるバッティングというか自分のフォームと戦ってどうしようどうしようというふうに悩んでいたんですけど、もう今強く振っていってとにかくホームラン狙いに行く、でその延長線上に相手がビビってフォアボールになる、甘い球が来ないという形になっていて、その典型が9回になって増田選手が一切ストライクフォーレスにチャンスが広がったと思います。これなんですよね、万中一番が残してきた去年の副産物っていうのはこれなんですよ。率は低くても出塁も長打も上がっていって、なんかよくゴロ打ってるイメージだけど OPS はめっちゃ上がるっていう、そういう選手になっていくと思うんですよね。でそれに率も伴ってくるとギータとかそういう
姿になってくるのかなと思うので、いやマンチュいいっすね、長打になってバンバン振っていってほしいなと、強振してほしいなというふうにこれからも思う次第です。素晴らしい復活でございました。お次、伊藤大海の6回4失点に感じる物足りなさ、エース伊藤選手、本日6回109安打2奪三振3四球4自責点という結果でした。まあ、通算ね、防御率 2.42、 1分1.01、 ケーパービビー 3.08 とまだ優秀な成績なんですけれども、ここに試合くらい物足りないですね、伊藤っぽくないというふうに思います。で、本日は岡選手ソロ2発、まっすぐツーシームとスプリットかな、打たれました。で、あとはね、4回に4安打集められて2失点という形で、結果的にですけど先制中押しダメ押し、この形を作られて失点してしまいました。これはね、勝つための鉄板みたいな攻め方なんで、それを作られたっていうのは非常にエースとしては厳しいですよね。で、伊藤選手疲れとか負荷が強いんじゃないかと思う方もいるかもしれないんですけど、現状ね、中6日から8日で毎回100球前後、かつ6回から7回っていうピッチングなので負荷少ないと思うんですよね。なんなら中5日で回っていた加藤投手とか、完投のある北山選手、サチア投手、このあたりの方が負荷があるかもしれない。それくらい今年の伊藤投手って念入りに投げさせてもらえてるというふうに思うんですよ。って考えると今日の成績になってくると物足りないなというふうに思いますし、ローテ投手とね考えると絶不調でもう打たれまくって、でも6回自責4で何とか抑えるという形だったら、まあ、試合も作ってくれるし、結果的に伊藤選手が投げた試合はね負けてないんで、いいピッチャーだよねとあるかもしれないんですけど、いや伊藤大海はねハムのエースですから、由伸が抜けた今ね球界を背負っていくパリーグを代表するピッチャーになると思うので、やっぱりこう今井選手だとかそういういい選手を相手に沢村賞を奪い取るってなってくると、今日の6回4失点っていうのはね難しいピッチングになっちゃうので、もっと球キレキレで制球もビシッと、そんな伊藤選手に戻ってほしいなというふうに思いますね。完投が見たいですね、伊藤大海ので、完投っていう完封っていうサムネを作りたいですね。お次、2016アゲイン、何が言いたいか分かると思うんですけど、ファイターズめっちゃ強かった2016年、今日と同じ5月12日、ファイターズ実はね貯金ゼロでした。まあ、借金返し終わったというところだったんですけど、こっから5月ね勝っていて貯金4、6月に貯金8、そして7月に貯金13ね、あの15連勝だったんで、そういう大躍進を果たしまして、2015年も17年も勝率を6割5分を超える大正義ホークス、ここを抜いてファイターズ優勝日本一という形を果たしました。で、今年は実は2016年のあの時よりもいい状況、好調なんで貯金5あります。ただホークスはそれ以上にすごい、勝率7割超えてるんでとんでもないですね。しかもピタゴラス勝率的にはどっちかっていうと下振れてるっていう恐ろしいですね。で、こんな大正義ホークス、超巨大な敵を倒して優勝するにはファイターズね、2016年にあった4つの要素、ここを確立して勝つ必要があるというふうに考えます。もちろんね、チームメンバーも全然違うし、雰囲気も違うし、監督も違うし、競う相手も違うので、必ずしもこうとは言わないですけど、重要な要素として4つあると思うんですよ。まずは大砲です。あの時のファイターズにはいろんなね、つなげるバッターとか勝負強いバッター、打点稼ぐバッターといたんですけど、レアードがいたんですよね。大砲です。6番でビシッと座って、ここ1番で一発放つ、そんな選手がいたからこそファイターズのアベレージ系の選手がね生えたんですけど、今年のファイターズにおいてそれは誰になるか今のところいないと思っていて、多分この飛ばない球においてはレアードほど打つのはね至難と思います。そこでアリエル、そしてレイエス、この2人が分け合って担っていく、そういう形になるのかなと思っていて、丸は特に中田翔みたいな役割も担ってるので難しいんですけど、丸が勝負強く打ちながら長打も放つ、一方でレイエスが下位打線でしっかりと率も残しながらでかい一発も放っていく、そういう風になっていくと、たとえどっちとも30本を超えなくても相手にとっては大砲が2人いる、そういう雰囲気になると思うので、打線としての怖さっていうのは出てくるかなというふうに思いますね。で、2つ目、支柱です。やっぱね、メジャー帰り田中健介、彼の存在がファイターズものすごく大きかったんですよね。ここ一番で勝負師として一発打ったりとか、時にはつないで時には好守備で支えてみたいな、いろんな場面で健介の存在でかかったんですけど、今年において感じるのはまず松本剛選手、選手会長としてしっかりとチームを引っ張っている。ただ松剛もね、自分のプレーで一生懸命になる場面も多いので、そこで中島拓也選手に支柱になってほしいなと思っています。やっぱ中島はね、前回のプレーで思いましたけど、修羅場をくぐった回数が違うと、優勝争いを何度も経験して厳しい場面で失敗もしてきた選手なので、これから先の厳しい優勝争い、チームが下向く時もあると思うんですけど、そこで中島がね、いつも通りのプレー、いつも通りの守備、いつも通りの声かけ、そういう支柱としてのね役割をしてくれると思います。ってことで、田中健介の役割は松郷中島という存在に任したいですね。3つ目が昇圧、まあ、電圧を上げるみたいな意味なんですけど、2016年はね、こんな連勝したのなんでと、2つポイントがあって、増井の先発転向と岡弘の絶好調ですね。で、2人とも序盤からいたかというと、序盤は増井は不調で岡はいなかったんですよ。ただ後半から2人ともね、調子を上げてファイターズの連勝に大きく貢献したわけですよ。で、ファイターズにおいてもこの昇圧って要素はすごい大事で、何かこう転向だったりとか、まあ、あるいは育成から昇格とか、2軍で絶好調で覚醒とかいう選手が上がってきて、例えば今の田宮選手
しみたいな役割を担ってくるとファイターズよりね勝てるようになるんで、ここすごい大事な要素と思いますね。でこれに関してはもう2軍の選手全員チャンスあると思いますし、誰か上がってほしいと思うんですけど、個人的に期待したいのが清水勇士ですね。ずっと状態いいですし、彼が何らかね打線に関わるようになるとファイターズよりね厚みが出てくるかなと思いますし、修羅場くぐってますから見てみたいですね。もちろんね KJM 清宮野村もね上がってくると思いますし、投手だと育成上がりの福島蓮、柳川大成、2軍で好調黒柳、ね、こういったところもいるので、若い選手中堅選手入り混じって昇圧に加わってほしいだと思いますね。で最後主役大谷翔平ね、二刀流のスーパースターファイターズにいません。上原矢沢ね二刀流ですけど、まだまだ経験不足、成長が必要です。今年となると二刀流ではなくてもう全員が主役になる、毎日主役が変わっていく、9回完封して先頭打者でホームラン打って、そんな選手いません。全員がね活躍して勝っていく、毎日ヒーローが変わって雰囲気はずっといいままホークスに勝っていく、そういった形を作っていくしかもうないかなと思います。てな感じで2016アゲイン目指していきましょうと語ってまいりましたが、皆さんの今日の試合に対する感想をぜひともコメント欄で教えてください。今後もファイターズに関する動画を出していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。